はい、始まりました、木嶋亮介チャンネルです。今回は、今年コロナとかいろいろあって、J リーグが開幕が遅れたわけなんですけど、そういうことについて話をしていこうかなと思ってます。そういう回になってます。いやでもまああれじゃない、シーズン前こうやって時期がずれて、多分モチベーションとかコンディショニング、キャンプがこう、うん、ずれて、だからまあ何回も多分キャンプやってる感じになるよね。だからすげえ選手はすげえだと思う。開幕ってまあずれないものじゃん本来ならね。けどまあ今回みたいにずれてずれてってやってたら、一回予想立てた何月何日に照準向けてみんな気使っていくのに、それが伸びちゃったりすると、またやり直しかよって思うのはすげえあると思う。イライラすると思う。多分個人個人各々でまあペースがあるから、それに対してこう自分なりに作っていこうって予想立ててある程度作っていくのに、それが何回もやり直しになると半信半疑でやり直し、なんか目標立てなきゃいけないから、多分なかなか 100% には持っていくのはすげえ難しいんじゃないかなと思う。まあ怪我持ちの人は良かったんだろうけど、休めたことによって。だけど怪我持ちじゃないおっさん、ベテランの人たちは基本的に上げるのにやっぱり時間かかるから、コンディション戻すじゃない。オフだって結局そんなに休んでないからね、ベタ休みはしてないからね。なんだろうな、1週間ぐらいはまあ休んで、ジョギング筋トレとか何かしら多分やってると思うから、それが今度何もできない状態ってなったら、まあ自分が選手だったら不安だなと思う。でも交代枠がなんか増えてるから、だからまあいいチャンスでもあるし、でも逆にベテランからしてみれば多分最悪になりそうな気がする。合格がないから若手を育てようとか、そういうチームの意向があると思うから、若返りを図るとかっていうチームが出てくるから、使われないとか、まあまあ俺はやってなくてよかったなと思うけど最低だね。いやでも日程組み直したりしてるでしょ。だってそうなると多分ホームのなんか例えばイベント予定とかも全部崩れてくるだろうし、冠試合とかそういう風にやろうとしてるのも多分ずれてくるだろうから、いろいろ大変だと思う。チームとしては資金力のないチームとかと元の体力あるチームとの貧富の差というか、それは出るんじゃない。でもやっぱりまあいろいろ全部組み直すから大変だよ。だって札幌とかだって東京でホテルに泊まって、なんか関東近県のチームでやるらしくて、もう合宿入ってるらしいの、東京かなんかで、幕張かななんかでやってるらしくて、そう家からじゃないじゃん。そうしたらそうなったらやっぱちょっときついもん、ストレスだったらだろうし、ホテル住まいって、まあ、俺とか慣れてんのかもしれないけど、でもね、家族と会えないとか、外人とか特にもあると思う。ちょっときついと思う。降格ないじゃん。で、昇格って優勝はあるだろうけど、優勝がないって思った時点で、まあ崩れるチームとか出てくるだろうね。モチベーションがまず難しいから、ね。例えば監督変わっちゃったチームとか、うん、なかなか成熟度みたいなのがそんなに高めらんないままシーズン入んなきゃいけなかったりすることもあるわけじゃん。そうだね。でその分素人考えだと、準備期間が長かった場合、連携とか高めた状態で入れるっていう利点もあるあ。でも結局なんだろうな、その監督変わって試合でしか見れないからね、基本的には合わせていくってなったら、なんかいくらその監督が要求してることを練習でって言っても、練習じゃ全部が見えるわけじゃない。
でもメンタル的にはまあ長い方が良かったっていうふうに安心してるからいい部分はある。基本的に不安で入るよりやっぱそれはある程度良かったって思って入るのと全然違うと思うし、まあでも良かった監督変わったチームとかは良かったんじゃないかな。準備期間が長くなってるっていうふうに全員が思ってるだろうし、あと無観客試合、無観客試合ってやったことある？だって練習試合でしょっていう。ああ。スタジアムで練習試合。どう思う？違う？全然違う。全然違う。サッカーは変わらないわけだ。サッカーは変わらないけど、メンタルが盛り上がってくれてるのと静かなのじゃ。声援があるのとないのじゃ全然違うでしょ、メンタル的に。まあでも声は例えばレッズとかさ、そういうところでずっとやってたやつはなんか例えばお客さんの声が聞こえないからコミュニケーション取りやすいとか、そういうのはあるかもしれないけど、中の掛け声とかも聞こえないから、レッズとかもうあんだけになってるから、そうなると今度多分声が聞こえやすくなるからやりやすいって思ってるかもしれない、レッズの子たちは。でもやっぱお客さん入んないとやっぱモチベーション無理で難しいところはあると思う。開幕前資産、もうチーム内でスタメンはこいつだみたいな、決まる、もうなんかあのそれこそ監督の接し方とかそういうのやっぱすげえ見てるし、なんていうのスタメンで使うやつにめっちゃ話しかける監督もいるし、使わねえやつにばっか話しかける監督もいるし、それは人によって変わったりするから、うわーめっちゃ話しかけられてるじゃん、絶対今年あんま使われねえじゃんとか、めっちゃ話しかけてくるから絶対使われるじゃんとか、でまあ何試合かやって外されるとかはあるだろうけど、開幕で考えてるよとか、そういうのはすげえ選手話してる。あ、選手でも選手でも監督から開幕スタメンはこれです意外、それそうなの、あんま言わない、うん、あの野球みたいになんか早い段階で発表とかあんましないね。まあでもやってれば分かる。この監督は大体このセットプレーを例えばやったりするから、セットプレーの時のあれがメンバーがスタメンなんだろうなとか、こうちょいちょい入れ替えるけどこれは絶対ダミーだとか、そういうのすっげー選手見てるから、なんかまだ決まってないからとかって言っときながらセットプレーやったらもう固定されてるとかはみたいな、言ってることやってもちげえじゃんみたいな感じになると結構派閥みたいなの出てくる、だあの監督よみたいな、だあいつ具体的にいや、具体的にとかじゃなくて、いやでもいよいよ、Jリーグも始まりますけど、こういういろいろあって大変な時期だと思いますけど、大変なシーズンになると思いますけど、みんなで、盛り上げていきましょう以上以上、木島亮介チャンネルでした。ありがとうございました。むずいってね、これ。これむずいよ、マジで。はい、OK。